ソゴ蘇ソゴカシワ店ソゴーカシワ店は1973年10月10日から2016年9月30日まで千葉県柏市に存在した百貨店セブンアイホールディングス参加の株式会社ソゴ西部が運営していた旧ソゴグループ経営破綻前の名残からカシワソゴと呼ばれることがあった オープン時のキャッチフレーズは緑の街にお城のような百貨店。本校では同じ建物内にある専門店街のスカイプラザについても記述する。1973年10月10日に株式会社、総合の系列会社である株式会社柏総合により開店。当時は柏駅周辺の再開発ラッシュの時期であり、同時期に 柏駅東口にダブルデッキが完成。さらに、東口には、ファミリ柏カシ丸い柏店も同年にオープンした。西口にも柏高島屋が開業した。開業当初は、14階建ての本館、9階建てのプラザ館の2棟から構成されていた。プラザ館の1から3階、地下1階の一部は、専門店街、スカイプラザであり、祖号としては、 地下1階の一部と4階以上が営業していた。後に、献血ルーム等がある、アネックス館ができ、三観体制であった。近くには、道グループ会社の伊東洋加藤洋華道柏店が出店している開業であり、総合よりも早い。閉店後の本館本館14階は、総合名物でもある開店展望レストランであり、2016年9月30日までは営業している総合の中で、 唯一営業していた店舗であった。開業当初よりホテルオークラ系列の店舗であり、当初はフランス料理店であったが、その後店舗が入れ替わり、閉店までは中国料理店が営業していた。もともと駅前リッチという店で、ライバルの高島屋と競合関係にあったが、駅ビル、柏ローズタウンが再編され1992年に、柏高島屋ステーションモールとして、 高島屋を、キーテナントとし一体化したことにより、一気に苦戦を強いられることになった。2003年に、他の総合が閉店、またはリニューアルする中、柏店もリニューアルを行った。レストラン街は10階以上だったものを12階14階のみと、し、空いた10階11階を、総合の売り場にし、スカイプラザの建物で、総合が営業していた売り場がいくつか本館に移動した。 2016年3月8日、セブンアイホールディングスは、そごうかしわ店を2016年9月30日をもって閉店することを発表し、9月30日午後8時をもって閉店した。43年間の営業に幕を下ろし、そごうから回転展望レストランがなくなった。跡地の利用は2016年7月現在、複数の企業に、 新たな商業施設として開業することを打診、検討しているが、具体的なプランは明らかになっていない。閉店後は改装工事のため、2階で引き続き営業の千葉銀コンサルティングプラザ柏、11階で引き続き営業の読売カルチャー柏を除いて立ち入り、自体もできなくなっている。なお、お聖母、お中元時期に限り、閉店後もスカイプラザ8階の空きスペースを利用し、 祖号としてギフトセンターを開設することで季節営業をしばらくは続けていた。その点では同じく2016年度に閉店した同グループの西部筑波店とは異なっている。しかし、工術する読売カルチャー柏の2017年の移転に伴いスカイプラザ8階の空きスペースがなくなったため同年お中元実機の営業が最後となった。 祖合が閉店してからちょうど1年になる2017年9月30日には、祖合閉店後も11階で営業していた、読売カルチャー柏も、同年10月5日からのスカイプラザ8階への移転に、伴い閉店が決定した。これにより、旧本館で引き続き営業するのは、2階の千葉銀コンサルティングプラザ、柏のみとなった。なお、 同じ柏市内に2016年4月25日に開業したセブンパーアクアリオ柏には、そご西部の食料品に特化した西部、そご柏ショップが出店するため、小型店で場所、業態は変わるものの、柏市内にそごの屋号が残る形にはなる。スカイプラザ現在ビッグカメラが入居している、スカイプラザの4階から6階は、以前、 ソゴの店舗となっていたスカイプラザはソゴとは別の扱いであり、もともとスカがあった場所の地権者によるテナントが、主に入居して営業している。もともとは、スカイプラザ柏の名称で営業していた。当時は、ファミリーカシワと比較して、スカイプラザの方が賃料が高く設定されていたため、比較的財力の高い地権者が、スカイプラザに入居し、 それ以外は、ファミリーカシワに入居し、現在に至っている。前述の2003年のゴ合リニューアルに伴い、スカイプラザで、秋ができた場所は、2005年3月10日に、ビッグカメラに継承され、ビッグカメラカシワ店となった。ビッグカメラに関しては、スカイプラザの一部としての扱いであり、4階から6階は、祖合からスカイプラザに関されたため、 前述の祖号としての売り場面積縮小となった。2015年3月には、スカイプラザもリニューアルが行われ、地権者テナントは基本的に1階に集約され、2階はビッグカメラの携帯電話、スマートフォン売り場の拡大及び洋服の青山が新規開業した。前述の通り2016年9月30日を、もって祖号は閉店したが、スカイプラザ及びビッグカメラ、 洋服の青山については、祖号柏店閉店後も営業を継続する。ただし、8階については、祖号専門店としての扱いであるため、大抵の店舗は、市内の別の建物に転し、ごくわずかだけ8階での営業を続けている。これにより、スカイプラザ側はおおむね地下1階から6階までの営業となっている。また、祖号専門店内の山の楽器、保険の窓口については、 同年10月27日にオープンした菓子は、モディに移設した1階で営業していたビアードパパの作り立て工房もモディに移設した。ただし、山の楽器、保険の窓口は、モディに移設する直前までは営業を継続し、山の楽器は10月20日まで、保険の窓口は10月9日まで営業した。4年近くにわたり、放置状態だった本館跡地は、 三井不動産が2020年11月までにすべての地権者との交渉を終了した。これにより、跡地利用に向けた動きが加速するものと見られているが、柏の葉地域に流れた街の活気をどこまで取り戻せるかなど様々な課題が残っている。なお、2018年秋頃三井不動産へすでに売却が完了している第一駐車場に関してはすでに解体が行われ、 タワーマンションが建設された。本校では本館及びスカイプラザ部分のみを示す。車体時は、そ合エリア外の店舗を示している。本校では概要を示しているので、アネックス及び各フロアの詳細は、フロアガイドを参照。なお、本館の13階は、店舗スペースではなく、一般人の立ち入りはできない。前述の通り、2017年10月以降は、9、 本館で営業するのは2階の千葉銀行のみである。なお、スカイプラザ地下1階で長年営業していた朝の書店は2018年5月20日で閉店し、同年7月からはダイソーが出店している。2016年11月以降は当面以下の売り場構成である。なお、スカイプラザ8階の旧総合専門店のうち2店舗は営業を継続している。 2003年のリニューアル後、屋上遊園のあったスカイプラザの9階は、通常営業では立ち入りはできないようになっていた。2013年からは夏季に限りビアガーデンとして営業することになった。また、2013年までは、毎年7月に開催される柏祭りのイベントの一つである柏志工業祭が行われていた以降は、本町通り商店街での開催に変更。 2012年にリニューアルが行われ、3月には開業時よりスカイプラザ8階にあった祭事場が本館10階にアネックスにあった読売カルチャー柏場が本館11階に移動した。逆に本館10階11階にあった生活用品、寝具関係については本館8階の PTS トラベルナビア土地や子供服売り場を若干縮小して移動した。また、 災事場のあったスカイプラザ8階には同年7月に高野由合ビューティークリニックがオープンし8月15日には山の楽器がオープンしスカイプラザ8階を総合専門店としたビッグカメラ開業前はおおむね以下のようなフロア構成であった車体時は総合エリア外の店舗を示している当時も本館の13階は店舗スペースではなく 一般人の立ち入りはできなかった。ありがとうございます。